私の名前は秋葉友奈、現在22歳。大学卒業後、岩井探偵事務所という看板が掲げられた都内の雑居ビルの一室で働いている。名前通り探偵を生業とした事務所だが、探偵としての仕事は代表者である岩井健二さんが担当しており、私の仕事は事務や雑務がもっぱらだった。そう、あの日までは。岩井さんは4年前に都内の高校で起きた連続変死事件を追っていた。1年の間に5人の生徒が校内で遺体となって発見された事件である。未だ原因不明、死因不明、容疑者不明となっているその事件は日本全国を震撼させ、ワイドショーや SNS でも様々な憶測を呼ぶこととなった。進展しない捜査に業を煮やした警視庁は特別捜査チームを編成。岩井さんも知り合いの刑事に頼まれ、独自に調査を行っていた。岩井さんが失踪したのはその調査の最中だった。私には調査中に何があったのか、彼がどこへ行き何を掴んだのか、それを知ることはできない。ただ言えるのは、彼の身に何かが起きたということだけ。何か、忌まわしくも恐ろしい何かが。私がその人と出会ったのは失踪した岩井さんの行方を追っている時のことだった。電話で話した方ですか？ようこそ岩井探偵事務所へ。わざわざご足労いただき申し訳ありません。私は秋葉と言います。この事務所で探偵をしています。今日はよろしくお願いします。話を聞きたいと言ったのは私です。どうぞお座りください。何か飲み物は？お茶でいいですか？どうぞ。それで早速お話を伺いたいのですが、あなたが3週間前に会った人物、岩井健二についてです。そう、目の前にいるこの人物は失踪した岩井さんと会っている。つまり失踪の理由やその行方を知っているかもしれないのだ。教えてもらえませんか？岩井といつどこで会ってどんな話をしたのかを。覚えてない？この写真を見てください。この人物とあなたが会っていたことはこちらも調べがついているんです。私はあなたが岩井と会って何を話したのか、岩井がどんなことを言っていたのか知りたいだけなんです。記憶をなくしている？岩井さんと会っていながらその事実を記憶をなくしているから覚えていないと
この人は言う。にわかには信じがたい話だ。本当に記憶をなくしているのか、それとも私に知られたくない何かがあるのか。失踪したんです。はい、ある事件を追っていたんですが、突然何の痕跡も残さずに失踪を。岩井が最後に会っていた人物があなたなんです。だから何か手がかりが得られないかと思ってご連絡をさせていただいたんです。記憶を失った人が写真を見たり過去に訪れた場所に行くことで記憶を次第に取り戻していくというのは実際にない話ではない。どんな些細なことでもいいんです。何か思い出してください。巫女から？私は以前岩井さんから聞いた不思議な巫女の話を思い出した。その時はあまりにオカルトめいた話なので軽く聞き流していたが、確かあの話にも巫女が出てきていた。すっかり遅くなっちまったな。俺がここにたどり着いたのはただの偶然だ。 T 大附属高校連続殺人事件の調査が思うように進まず途方に暮れていた。ん？神社か。こんな場所に？鳥居をくぐり境内に足を運ぶと、神社自体は何の変哲もないどこにでもありそうな神社の境内だった。鈴の音がした気がしたんだが気のせいか。その時境内に佇む若い巫女の姿に目が留まった。いつからそこにいたのか気づかなかったのが不思議だった。赤い袴を身につけた巫女の姿に俺はなぜだか引きつけられた。彼女が俺を見ているからか。いや違う、彼女はまるで俺が来ることを分かっていたかのように近づいてきた。最初は戸惑った。俺を知っているはずもない巫女がこちらに一直線に近づいてくる。その姿に幻覚でも見ているような気分になった。今日悩みを抱えた方がここに訪れるとお告げがありました。あなたがそうでしょうか？お告げ？お告げだと？いきなり現実離れした言葉を巫女は口にした。私はあなたが誰かは知りませんし、あなたが何に悩んで困っているのかも分かりません。それは一体どういう？ただあなたを守ろうとする強い力があなたをこの場所へ来させたのです。守ろうとする強い力？
あなたは選ばなければなりません。見えざる者たちがどれだけあなたへ手を差し伸べようと、最後に選ぶのはあなた自身なのですから。選ぶ？何を選ぶというのだ？一方はあなたは何も知ることなく、いつもの日常へと帰ることができる。一方は真相へと近づくことができますが、元の平穏な生活には二度と戻ることはできないでしょう。巫女の言葉が俺の頭の中に鳴り響いた。心臓がまるで警鐘のように脈打っているのがわかる。力になれるかわかりませんが、お話を聞くことはできますよ。そうだな。気がつくと俺は調べている殺人事件とそれについての俺なりの推論を巫女に語っていた。俺なりの推論、つまりその事件は超常的な事件であると。あなたの推論は間違っていません。あなたはとても恐ろしいものに関わろうとしているのです。もの？ものとは？生き物ではなく植物でもない、ゆえにものです。古来より人は災いやたたりを引き起こす存在を物と名付け恐れてきました。悪霊や妖怪などをもののけと呼ぶのはその現れです。悪霊？つまり事件の犯人は幽霊だと？その存在が何なのか私にははっきりとは分かりません。ただ幽霊という言葉で片付けられるほど相手は単純な存在でもありません。人にあだなすことのできるそれはもはや写し代や常世の断りから外れた存在だと言ってもいいでしょう。バカな！現世や常世の断りから外れた存在。少女の説明に俺は眉を潜めた。だが少女は俺のそんな態度を気にすることなく話を続けた。選ばなければならないとは言いましたが、私はあなたには引き返してほしいと思っています。これ以上事件に関わるのをやめ、全てを忘れて残りの人生を送るのです。そうすれば。冗談じゃない。確かに俺は警察でもオカルトの専門家でもない。しかし探偵だ。探偵として調査している事件を放り出すことは俺のポリシーに反する。あの高校で起きた殺人事件の謎は必ず解き明かしてみせる。たとえ犯人がこの世のものでなかったとしても必ず真相を暴き犯人を突き止めてみせる。この事件で大切な存在を失った人間のためにも。そうですか。これが俺の選んだ道だ。巫女の顔が一瞬陰ったように見えたが、すぐに意を決したように話し始めた。一人ご紹介したい人物がいます。その人の助けがあればあなたは真相に近づけるかもしれません。ですがそれは。巫女は何かを言いかけ口をつぐんだ。俺を心配しているのだ。警告されても調査をやめない俺の愚かさではなく、俺の身に降りかかるかもしれない危険を心配しているのだ。ありがとう。ぜひ紹介してほしい。行く手に待ち構えているであろう禍々しい漆黒の深淵を想像し、俺は身震いした。サイは投げられたのだ。巫女の話に出てきたその人が目の前の人物だとしたら。
岩井さんと巫女とこの人が一本の線でつながる。あなたに巫女の知り合いはいますか？そうですか。やはり岩井さんがこの人に会ったのはあの事件を調べるためだったのかもしれない。岩井さんの行方を調べていく中で、私は残念ながら巫女と出会うことはできなかったが、でも得体の知れない巫女の助言で事件と何の関係もない人と会うなんて、どういうつもりだろう。あの事件が神頼みのオカルトめいた事件だとでも言うのだろうか。被害者も悪霊とかに殺されたとでも。そんなこと信じられないと言おうとして、私は言葉を飲み込んだ。岩井さんが失踪する直前に電話口で私に言った言葉を思い出したのだ。あと少し、あと少しなんだ。あと少し近づけば事件の真相にたどり着ける。あの高校で何があったのか、誰が生徒たちを、誰が君の弟の命を奪ったのか知ることができる。岩井さん、今どこにいるんですか？ああ、だが俺ではこれ以上は無理かもしれない。あいつらに気づかれてしまった。あいつら、人に会うんだ。連絡先は事務所宛てのメールアドレスに送っておいた。その人物は人ならざる者に対抗する術を持っている。その人の協力があれば君も事件の真相にたどり着けるだろう。必ず会うんだ。そうすれば。岩井さん、岩井さん。岩井さんの言うように、 T 大附属高校の連続変死事件は私にとっても真相を知らなければならない事件だ。なぜなら最初の被害者である生徒は秋葉智塚、私の弟なのだから。私がこの岩井探偵事務所に入ったのも弟の死の原因を知りたかったからに他ならない。岩井さんはこの人が私を事件の真相へと導いてくれると言っている。実は私が事務所にこの人を呼んだ最大の理由はそこにある。この人が弟の事件の謎を解く鍵になるだろうと私はそう考えているのだ。あの、私と一緒に岩井が追っていた事件を調査してもらえないでしょうか。岩井はある事件を、具体的には T 大附属高校の連続変死事件を追っていました。あなたに会ったのもその事件の真相に近づきたいと願ってのことだと思います。岩井の写真を見て記憶が蘇ったように、もしかしたら岩井の痕跡をたどることであなたの記憶も蘇るかもしれない。私はそう思うんです。記憶を取り戻せるならあなたにとっても悪い話ではないと思いますが、いかがでしょう。それにもしかしたらこの人が岩井と共に事件に巻き込まれ記憶をなくした可能性もある。ありがとうございます。この探偵事務所に来る依頼の中にも岩井が追っていた事件につながる手がかりがあるかもしれません。もちろん報酬はお支払いします。どうか力を貸してください。こうして
私とこの人はこの探偵事務所で共に事件を調査することとなった。ただそれがこの世界の禍々しき者たちとの戦いの始まりになるとは、この時は知る由もなかった。